こんにちは、柴田です。今日はマルチエフェクター購入後にやることをお伝えしたいと思います。マルチエフェクターで結構ですね、やっぱり音色が多かったり、ボタンが多かったり、操作がですね、大変で迷子になることが非常によくあります。それが嫌でマルチを避けてる方も結構いるんじゃないかなっていう感じなくらいですね、最初の操作性っていうのは慣れるまで非常に難しいですね。で、ただただいじってるだけでもなかなか覚えれないし、逆に説明書をずっと見てるからって機能が覚えられるわけではないっていうところが、これがねまた難しいとこではあるんですけれども、今回はですね、スムーズに操作を行えるようになるような5つの心得をお伝えしたいと思います。まず順を踏んでいけば、必ずマルチエフェクターは操作することができるようになります。まずは急いだり焦ったりせずにですね、段階を踏んでやっていきましょう。まず一つ目にやることが、プリセットをすべて鳴らしてみる。で、これもですね、ただただプリセットを鳴らすだけではなくて、自分の作りたい音、欲しい音をイメージして、それに似てるような音を探していく。例えば僕だったら、ハード系な歪み、ハードゲインな歪みと、あとクリーンとクランチですね。この3つぐらいをこう、どういう音にしたいかっていうのを想像しながらプリセットを鳴らしていって、好きな音色を見つけ出すというのが1つ目ですね。で、そこである程度自分の好きな音色をいくつかピックアップできたとしたら、次2つ目です。そのプリセットがどんなエフェクトを使用しているのかっていうのをチェックします。ここで学ぶのは、自分の好きな歪みが例えばどういうエフェクター、オーバードライブなのかディストーションなのかとか、エフェクターで作られてるのか、アンプのモデリングで作られてるのかっていう風なところですね、チェックしていくことによって、そのマルチエフェクターの特性みたいなのが見えてきますね。この2つの段階である程度自分の趣味思考、好きなものが見えてくると思うんですけれども、こっからより自分の好きな音に、好みの音に変えていくっていうところで、第3つ目です。そのプリセットで使用されているエフェクターの効果と、あとそのエフェクトを切り替える方法を3つ目では覚えておきましょう。例えばそのプリセットで、あ、自分はコーラスの音が好きだったんだなと、コーラスを求めてたんだなっていうのが例えば分かったとして、でその中でコーラスをもうちょっとこう自分のつまみでですね、いじることによってより好みに近づけていくということを覚えつつ、他のコーラスも使用してみるというところですね。なのでエフェクターの切り替え、違うコーラスで切り替える方法っていうのもここで学んでおくべきことです。で、4つ目、自分で作ったエフェクターの保存方法と、その保存したパッチの切り替え方法、この2つをここで覚えておきましょう。まず保存ができないことには、自分が作った音を次回も使えなくなります。なのでまず保存をして、その保存したパッチはどういうふうに切り替えたら使用できるようになるのかっていうところを学んでおく必要があります。で、一番最後5つ目なんですけれども、マスターボリュームの設定。これ実はですね、結構重要で、音量差がバラバラすぎて、やたら歪みは小さいけどクリーンがバカでかいとかっていうのはですね、結構マルチあるあるなので、ここもしっかりチェックしておきましょう。ではここでおさらいしておきます。まず1つ目がプリセットを鳴らして自分の好みの音を探す。2つ目はそのプリセットがどんなエフェクターを使用しているのかっていうのをチェックする。で、3つ目はそのプリセットをより自分好みの音にするために、つまみがどういう効果があるのかっていうところと、そのエフェクト自体を交換できる方法を覚える。で、4つ目はそれを保存する方法、そしてその保存したエフェクトをどういう風なボタンを押せば使用できるようになるのかっていうパッチの切り替えの確認。で、最後は自分で作ったパッチの音量をしっかりと均等にすると
マスターボリュームの最終チェックですね。まずはこの5つをやって、エフェクトの効果であったり切り替え方法、あと保存方法っていうところのですね、一番基礎になるこの5つができるようになれば、自分で好みの音をもうそのままピンポイントで作れるようになってきますので、ぜひぜひこの5つ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。